今家にいるわけでしょそいつ。でそいつ位置情報知ってんの。浮気じゃねえけど他の男をちょっと匂わせて焦らすっていう、僕とどうにかなりませんか。あ、こいつは、いや今日めちゃめちゃ暑かったっすね。35度とか言って根性しながら歩いてんじゃねえかなみたいな、逆に気合入ったみたいな、なんなかったっすか。しかしやっぱ紫外線は常にガードしていかないと。ちょっと僕も協力しますよ、こうやって紫外線横からも来てるんで。そんな颯爽とした感じで今日はどちらに。はい、パルコ行っちゃう。パルコ行っちゃう。めちゃめちゃ危険な場所ですよ、あそこは。もう誘惑がいっぱい。上の方行くとなんかポケモンみたいなのも売ってますしね。全く興味なかった。いや危険がいっぱいですよ本当に。絶対無駄な買い物しちゃうと思うんで、止めに来たというか、お母さんに依頼されてきたんですけど、あの子の無駄遣いもう半端ないからタックルして止めてあげてって言われたのでタックルしに来ました。あ、マジで行くの？行っちゃうの？行くにしても、一旦落ち着かせていくと違うと思うんですよ。もっと冷静になれる、いい買い物できると思うんですよ。なので一旦テンション低い。朝ごはん食べた？食べてないでしょ。また無理なダイエットしてるよね。今度は何ダイエットですか？糖質制限した後は。いや、無理なダイエットしてる。じゃあダイエットの話もしたので、ハンバーガーでも食べますか？存じ上げてございます。それは外見のこと言ってるのか中身のこと言ってるのかな。あ、中身そこはですね、ブスは3日で慣れるって言うじゃないですか。だんだんこう見慣れてくるんですよ。あれありかなってちょっと思ってくる瞬間が3年ぐらいかかるって3年ぐらいかかるところを今日はちょっと頑張って10分で見慣れさせますんで。さっきブスだなと思って5分だと間に合わないじゃん。じゃあ5分で OK、 5分行きましょう。でも喉渇いてると思うよ。今ちょっと坂登ってきてでしょ。水分フラフラになってたから、で水分足りてない状態でパルコ入るとまた判断ミスるから、でまた変なの買っちゃうから、でちょっと軽く水分補給してからにしませんか。5分行きましょう。じゃあ、はい。めっちゃうまそうじゃん。よく見つけたよね、この距離から。え、ほんでちなみに、え、彼氏はいないんですか。あ、いないんですね。居候してる人がいる。居候してる人いるの。私も…あ、飼ってるみたいな。転がり込んできた。なんか犬猫とか間違えてない？大丈夫？間違えてない。犬猫を拾うみたいに保護してない。大丈夫？何もしてない。あ、向こうが勝手に転がり込んできたの。流れ勝手に進めていけたマジで。あ、でもそいつはそいつで 家持ってるみたいな。あ、そう、家持ってるけど、なんか、うん、え、なんか学生なの、そいつ。学生。あ、自分も学生だっけ。あ、そうです、うん、サークルでやった。あ、はい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 。同じ学校の人。あ、違う、まあ、慶応なんですけど。あ、慶応なの。慶応いいイメージないかもなの。いやいやいや、僕の後輩っすね。え、慶応なんですか。まあ、一応、でも自分 SFC ですけど。え、その人はどこなんですか。この人は日吉。あ、日吉な。え、何学部なんですか。経済。あ、経済ね。うわ、経済のやつは勉強するやつ、しねえやつはしねえだろうな。もうしなそう。あ、行ってない。マジ、何してんの家で、その人。なんかずっと家にいて。自分ちんの。自分ちんの。勝手に作ってんの。冷蔵庫も勝手に開けるわけ。もうそりゃそうだよね。そりゃそうだよね。あ、待って。何してんの、家で。パソコンでカチカチしてる。なんか仕事してるけど。あ、そうなん。それ以外はちょっとダラダラしてる。へえー、なるほど。たまに2回してる。あ、たまに2回なるほどっす。あ、なのにそのサークルは結構慶応生が多いわけ。慶応生のサークル。あ、そうなんね。あ、じゃあ周り慶応多いんだ。男は慶応生。あ、慶応生。慶応とか女子ね。あ、じゃあそいつはちっちゃい仕込めてるわけ。届いてそう。うん。調子乗ってるよね。わかるわかるわかる。何人か慶応の人と付き合ったりしてたわけ。二人。あ、二、三人
慶応の人と他の人たちはどんな感じだったの？うん、すごいよね。マジで？え、どうクズなの？他のやつはどうクズだった？あー、人懐っこいわけ。人懐っこいけど、たまにすごいちょっと入ってきてメンタル、メンタル削りにかかってくるの。例えば、例えば、どういう毒を置くの？普段、頭すりすりしてるのに、なんかいきなり、もう、飽きたかもしれないっていうのが繰り返しみたいな。あ、そうやって落としてはあげては、落としてはあげてはみたいな。あ、なんかちょっと手なずけてくるんかな。モテそうな感じだね、それ。女の扱い方がうまいみたいな。あ、うまいんだ、分かってんなこいつみたいな。なんかみんな身長高くてこういう人いいから。はい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 。え、沼ってきたわけ？沼ってんじゃん。特にチャラい系の連中は死ぬほどチャラいから、あいつら。なんか三田祭とかで、三田祭って慶応の学祭なんだけど、慶応生はあんまいなくて、でもチャラいやつらはいるんだけど、他の大学同士で意外と盛り上がったりするんだけど、慶応生、女子大に文化祭っていうか、そういう三田祭みたいなのが来るから、ナンパしに来て。分からない。だからそのチャラいやつらは、まあ、六本木も近いし、三田はもうあそこからレベルが、チャラさのレベルが変わってくるんだけど。三田祭終わってから連続何人でやれるかを友達と勝負するんや。で、俺の後輩は僕15人行きましたみたいな。毎日人変えて15人。やばいよね、15日連続。別のやつはスーパーカー乗りつけて、もう文化祭で引っ掛けて車でやったとか。後まで語れる武勇伝を作んなきゃいけないから、三田祭めっちゃ頑張れみたいな。ここまで。トロトロナンパスポットだけど、まあ俺は SFC なんでクソど真面目だったけど、三田のレッツ、あ、なん、まあこれでも自己嫌悪だよね。コミュニケーション力を鍛えるためにやってるから、チャラさゼロなんで全然信用してない。クズっぽかった。やった。結局そういうクズに好きになってるわけじゃん。クズ好きは自覚し してるわけ。まあそうなんだろうね。あ、終わってきた。あー、ちょっとちゃんとクズ性を持ってないと、そう、ちょっとこいつクソだなみたいな、ないと。ある程度そういうパンチがないと、そう、ないとなんか何も来ない。こう相手のペースになりなんかしちゃったりするわけ。気がついたらコンビニダッシュしてるとか、なんかこう、ダッシュは使わないけど、終電逃しちゃったら、あー、なるほど、甘やかしちゃうわけね。あ、これ欲しいんだよねみたいな、いや買って欲しいみたいな含みも入ってるわけ。それを言ってるのか分かんないけど、これ欲しいな、どっちで行こうな、どっちかなって、だよねって言って向こうの汲み取って動いてんじゃん。うまいことされてんじゃん。うん、返してくれんの？一番でかいプレゼントとか金額的にいくら？18万買ったったの？マジでやば。ほんでその時なんて言ってくれたので、その後飽きたわって言われるの？別日にちょっとなでなで多めだったみたいな。やべ、クソ面白い。ある意味プレイだね。いやー、おもろかったな。久々に慶応戦めちゃめちゃディスったわ。でもさ、そいつさ、今家にいるわけでしょ、そいつ。クソみたいなやつなんだ。で、そいつ位置情報知ってんの？でも、友達の位置情報で全部、そういうアプリが。やば、何そのお互い管理し合うアプリみたいな。いや、今家いる。家いんの？じゃあ向こうも GPS してるの？え、分かる、嘘。ちょっとさ、焦らすというか、他の男の存在をちょっと匂わす、つか浮気を軽く匂わせて。だって別に付き合ってるわけじゃないんでしょ。勝手に転がってこんで行ったらいいでしょ。ほんでなんかクズやってんでしょ。浮気じゃねえけど他の男をちょっと匂わせて焦らすっていう。ほんでちょっとどうなるか、ちょっと見てみたい、見てみるみたいな。それがやりたいがために僕とどうにかなりませんか？
じゃあ僕の全てをさらけ出すんで。あ、うちとこ来ます？近いんですよ。ああ、先輩の部屋行ってたって言えばいいんじゃない？先輩だしそいつの先輩だからそいつの先輩だからあれ、それありますか？クソ面白い。電話来るかとか。多分電話めっちゃ来るし。そうそう。それ。それちょっと放置してみて。あ、それやりますか？ちょっと一旦ちょっと向こうの出方を見るためにでも。ちょっとやってきなよ。はいはい。ちょっとたくりますか？電話とかはしてくるんだ。電話とか。なんかそのまっすぐ帰ってこなかったりすると。ちょっと束縛みたいな動きはしてくるわけ。じゃあ結構好きは好きなんだね。え、どっち？自分ずっとさせたいの。はいはいはい。そう。ずっとさせたい、いいんじゃない？あ、好きはあんま分かんない。なるほど。あ、あれ乗る無理かな。あ、お願いします。ちょっとそこの信号一旦右曲がってもらって、うん、はい。はい。継続して、配りたいと思います。まだ LINE 登録してないって人は登録してもらっておいてください。